お待ちしていました。お弟子さんですか？ええ、出来の悪い子で、子供の頃すごく仲良かった友達がいたの。でもその子は私にしか見えなかった。この廃校にはとある都市伝説がありまして。花子さんでも呼ぶつもり？何が今時花子さんだよ。陽介くんだよ。気持ち悪い。姉ちゃん、ここなんか嫌な感じがする。なんだこれ、3回ノックするんだろ。陽介くん、遊びましょう。同等か、それ以上の力を持つ悪霊を仕掛ける。ねえ、